ワン、ツー、スリー、ダダダ、大統領になったらねー。マンコ舐めたい。指名手配を押し込むか大出取ろうと思ったんやけど、その前に一応世間的な評価を確認しとこう思って YouTube 見たらお前、なんかその大したことないみたいな扱い受けててマジムカついたんで紹介します。こちらスカスティーチ。いやもう今回指名手配できる選手の中ではもうぶっちんぎりんで1位やと思っとったのに、なんか YouTuber と俺全然こすられてなかったような世間からの評価ティッチやったようなマジで。おかしくねえですか？だってまず左利きの黒さの時点でポケットからキュンが出てくるでしょ？で、フライバス90と、キックロック92で次ギュンが出てくるでしょ？ほんでスタミナ持つ、足速いで守備頑張ってくれる、足元最低限、これスコティッチですけどね。もうスコティッチ超えてスコティッチですけどね。ああ行く。まあ、ワンパスで持ってないとはでかいかもな。でかい選手ピンポイントクロスがあればクロスワーとしては十分な。はい、今日は他の YouTuber の部分もですね、もうゴリゴリにコスティッチコスティッチしていきたいと思います。うれっつぁもうお腹減って力出なくて顔汚れてるんですけど、頑張るかーって、おっと、そういえば、作戦を説明するの忘れていたな。あそこで左ミッドフィルダー見えるか？そう、ソンフンミンだ。あいつはインサイドレシーバーのソンフンミンだ。基本的にソンフンミンではクロスアイのつなぎをやってもらおうみたいな感じ。つまりまさしくインサイドレシーブですよね。それをコスティッチがトスティッチして最後はズラタンバーンですよ。これが俺が思い描いてる未来予想図なんだが一体どうなるのか。知るか！いきます！ヘイ！しかも今週に関してはライブアップデートがええらしいぞ、マジで気持ちええって感じですね。しかも富安も好調となってくると、これもう守備完璧、鉄壁。はい、エクスタシー。こういう時令和チャンネルな、左サイドから攻めよう、左サイドから攻めよう。逆恨めしゆうすけみたいな感じになっちゃうから。まあ、そうはならないように全体使いながらゆっくり攻めていきたいと思います。左サイドから攻めよう、左サイドから攻めよう。一回サイド流れ取ってマルキニョスからクロサーコーティッチにボールをぶつける。クロサーでポジショニングがすごいよな。なんでーこの振りに対してすぐに答えることができるところもコスティッチのええところやな。笑い分かってんで、これが本当のフリップ系になるの。フィリップ系ってな、たまんねく。まべ落ち着け、キックフェイントからすればこっち完璧な。とりあえず1点取っとくか。ヘイザダンイゲーシュートラードレイ関係みたいなキックやったら今危ない。バリオされます。そうそうそう、でソンフンミンが中入ってきたところコースティッチが入ってくる。見事ですよコースティッチさん。でここからスピード十分あります。でクロスに関してはフライバス90インパクトクロスどれ。ムワッペ続け、ソンフンミンもいけ。あれは最高の対決。負け。一回パスコース切った感じでバレナイツで、ソンフンミンだからスペース使ってからコースティッチが入っちまってるな。お前も守備を捨てて攻撃してるタイプだろ。ならこの攻撃止めることは俺にはできない。インパクトグロー、よっしゃー。俺がインパクトしたのはボルタネアーノルドだったんだよ。このクロス食らえ、行き過ぎ。まずコスティッチボール持ってからソンフンミンが、逆にソンフンミンがクロスになるパターンも十分あり得るな。いやコスティッチが打っちゃう、うまくねー。普通にキック力高いからシュート打ってちゃうわ。これコース切ってほしい、リュディガーに。いや厳しそう。ノイアー背高。そしてクロスターのコスティッチがすでにサイドに張ってるんだぜ。カウンターの起点を超えてた。で富安飛んできたとこ、富安強うっそ。相手の富安が優勝してきた。こっちの富安はどうした？こっちの富安。まあ長谷先生、お前の地獄はこれから始まるんだよな。レバンドスキ投入。今回ちょっとコスティッチをどう使えば一番クロスを蹴れるかっていうところを確認したいので、次の作戦がこいつだ。ロバルソン配置。ロバルソンシーンもできるし、自分自身でクロスも蹴れるしみたいな、なんかいいところ尽くしなんで、まあおそらくこいつが一番なんかそのコスティッチの相性いいんじゃねえか。いや完璧や。抜け出したコスティッチ、綺麗なこのなんていう流れで、インパクトクロスからレバンドスキ、パーパーして、パンできない。いつの間にご飯になっちゃったんだお前は。全部抜け取るというか、確実にクロスまでいけとるや。これなかなかやばいぜコスティッチ戦術。インパクトここです。コスティッチがもうね、この人を取るから。いやー来れるか。まさかのコスティッチではなくコスティッチになってしまう。マルキーニョス、これ丸くないこの殴り合い、いや擦り合い、負けるわけにはいかない。マルキーニョス、ロバーソン以外中開けてバレーだからこっちコースティッチが走っとるな。やっぱクロスターポジショニング最高なわけ。イーウトボルとクロスターの相性抜群。レバンドスキー終わったな。この能力、このプレイスキル、すべてがイーウトボルに噛み合っておれば。レバンドスキーはボールをキープするやろ。これできるはず。あ、できなかった。あ、ナイスバレーだ。ここから、ロバートソン経由のコスティッチ。これがね、絶対通っちゃう。オフェンスセンス低いのに結構動き出しよくねえか。で、これクロス蹴りますね。やっちゃったね、適当すぎた。ロバートソンから、クロサーコスティッチ。またせば、コスティッチ、クロサーをやめたらと。犬がデータを捨てるように、コスティッチがサイドを捨てた。したら結果的に攻められてる今。戻れ、サイドに。ファミリオがサイド。で、たまにはこっちが攻めようか。メッシ、あーん。ダメね、もうコスティッチを使った単調な攻撃になりすぎてから、もう普通のやつじゃいけない。マジで。やらかした、擦りすぎた。コスティッチはね、最初から最後まで使えるところがチョコタップ最高。バレラ取れちまったな。ファビーのインパクトでこれクロサーコスティッチボール、おお勝っちゃったねー。というわ
わけでお願いします。ディビジョンズでリーガーしてもらうぜ。まああそこまで突破することはできるけど、結局クロスが大したことないみたいな、ウィンガーばっかりやって、あいつはクロスはやばいぞ。どうやっても今回の指名キャッキャの中のファーストチョイスだろ。はい校長、気持ちいい。いやーマリオスオランドきつい。お前は組んでバカで差を教えてやるぜ。コースティッチのクロスをお前が止めれるかどうかだな。グラグラグラ、まあ、うまいことかましていきたい。特にサイドを使ってバービーニがボール触れ触れ蹴っちゃった。しかしそこにコースティッチ、いいよクロス触ってことは。タガチ当てに、ムバッペ頑張って守備やんないといけないけど、なんか足遅くなっちゃう。守備の時は若干そういう仕様だから。あーまずいって、マジムバッペ取るか。リューディガー最高で一回メッシぶつけといて、ズラタンでも OK。 ソームミがここでボールになって、コースティッチ走れ、ほら組んでマークがアメーちゃんいるかで、コースティッチがボール持ってて一泊のぐらいズラタン突っ込めて、やーベルナード中入ってくるけど、これウパメクラが取るとで速攻コースティッチ、これで OK で前のスペースあれの全部使います。ビエラ来る、来れないでコースティッチのスピードしますと、舐めるんじゃねえよ。こうしたドリブルでしょ、優秀なんで。そしてフラパス90クロス、ツラキック、ここからウパメクラのサイド使います。で、コースティッチがワンバレ落として、次はソンフミが中行くと見せかけて、またしてもコスコスコスティッチコスコスツラタパーツ、俺はいい加減しねえ。やっぱマクシマン使って思ったことが、クロスがね、ある程度強くないとやっぱダメなんですよ、結局。まあ、そこがあるからあいつたまんねえ。いや、まずくね。絶対ダブラッチしてくる。こんかけんなよ。どこはドリブルに挑戦だろうが。出せ、お前みたいな肩にこだわらないサッカー俺嫌いですよ、ほんとに。コスティッチ、クロスだ、クロス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 、ひたすらクロス、ひたすらクロス、ひたすらクロスだ。で、コスティッチこっち、ハイソンフミン使ってから中向いてダブルタッチ狙っていくと見せかけ、コスティッチが開いちゃったな。ここだ、これインサルジマ作戦で、決めよう。結果を持ってこい、結果はマジメッシここで、インパクトクロス、ムバッペパーチ、いや、決まれ、よーし、やっと報われてくれました。マジその瞬間ずっとわしは待っておったんやぞ。マジセンターバック誰かしら言ってくれるとまずいと思いますけどね。バレラでコース切るしかない、ダブルタッチする。あーもう入っちゃ、危なー、落とします、最高で、バレラが一回こっち、いや厳しい、損よく中絞って、いや待って、これボランチがおる予定やったんやけど、コースティッチいい位置だ。で、スルーパス、ここ。いやー、コースいい。断罪深い。お、これワンチャンあるんちゃうから、前来い、前来い。来たこっからこう。で、コースティッチ、まあ確かに前半は1対1という結果で終わってしまったんですけども、後半お前、死ぬぜ。クロス絶対ぶち込むばかけるコースティッチ、このコースの意味が、わかるか、その辺り説明してやるか、お前に明日はねえってことだよ。パッペ弾いて、レバンドスキ方面はまずいけど、一回蹴っとこうか、OK。コースティッチ足取る、ワンチャンゴールキーは見せて、ワンチャン、ワンチャン見せて、ワンチャン見せて、取れコースティッチ、惜しい。超ロングシュート、入れ入れ、あーなんでおい、ウィースポーツのボーリングかよ、マジで投げんな、超絶ロングシュートが。ファミリオン守れ、これ可能やばい気がする。あー待って、おらへんなぞ、くつがれた。ルーディーがむしゃら使ってくるか、ダメだっちゃろ、おら来た、危ない、あーもううざい、ノリウルがワンショルルー、おい命からから生きとる分際で調子乗んな、虫キャラが。ファミリオンが上がってて、そうやな、で、バッペを使わせてもらいますよ。誰かコースティッチ一歩で行くと言った、バッペのフライバーと自分、たけんだ、レバーン。ファミリオンこっち。で、ファティが中取っとるから、いや、変に触るな、レバー次、一発コースティッチ。で、縦行くと見せかけて、違う、ファティが行くわけよ。で、中行くと見せかけて、その後にもう一回、俺はコースティッチを使わせてもらう。そういうゲームだから、今日は、とりあえずパーソナルズ見せ、うまい、コースティッチ、バベ、取れる、コースティッチ、何しよう、これ、獅子舞の中か。黒沢はこういう使い方もできる。バンピシャド、いいゲーム、いやー、チン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 。サルス使ってくる。ウパメカのピン読み、マジでズドピンですわ。すみません、こっち。で、バレーだから、うん。完璧。来たな。何？いやー、これや、実力で取る勝利、拳でーす。コースティッチを匂わせつつ、中突破していくっていう作戦ですよね。外立つよ、外立つよ、なんかグーみたいな感じよ、いえ。あまり調子に乗るんじゃないぞ、あと5分あったら十分点は取れるな。しかも相手は結構ね、低い位置からボールを回す癖がありますから、あえてゴールキックくれてやるよ。で、前からの守備で破滅しらかす、この作戦よ。レバンドスキ前行って、取るんじゃん、コバちゃん。取る、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 取る。いや、惜しい、ガチスカリコスティッチぶち込んで、あいつがどこまでできるとか見てやろうって話よ。まあ結局シュートコスティッチなんかやったとしても、それも一瞬のブームでしかないですから、やっぱ大御所にはたどり着けない。これでガチスカリどんだけかまされるかで、こいつの本当に評価ってのが出てくるわけだ。いくぞい、クロスティッチ、
どう？我を好きみひ、我を好きみひ。取れるか、我だ。ナイス、マイケットってか、ベルカンプがワンパクチ叩いてて、コスティッチが前向いて、ドリブルとかわしていこうか。こんだけスペースあったらコスティッチぶち抜けますぜ。コスティッチがどういう人間かみんな分かってないらしいな。インパクトクロス、ここ。バッペ、アウトロ。よりや、よっしゃーやっぱ、いるとは黒沢なんすよ。どうやったらみんな無傷でダンジョンクリアできるか分かるか。それはな、相手に合わんこと、エンカウントしないことですよ。言うとおら敵とぶつかっても、経験じゃ得られねえからな。中入れてビルドがサイドぶっかけたと。で、コスティッチが動き出して、こっからもう、クロス蹴り放題、ちょっとやりすぎか、それは。ヘリが、とっで、ここで、バイロス一回落として、キミヒサイド、ピルロから、コースで地獄出した。クロスアテロ、こういうことができるやつ床エル、タレマスのコース切った。これ、速攻コースティッチ。で、前向いてます。厳しいか。よっしゃ、アグレッシブ守備意識だけだから、相手は足が止まらねえ。で、バッペはこの位置イコールつまり、目指そう、インパクトクロスだ。なんでこれ、いや、最終的にロナウド、そうだろ。オーバーよ、ウパメかな。で、こうコースティッチ使うの早すぎた。マジミスったごめん。だから、ボールを渡すことは若干難しいけど、ボールが渡った瞬間に勝利確定する。それがコスティッチってことやな。いや、めっちゃいいやん。そういうのが結局楽しいやん、マジで。もうちまちまやる嫌なんや、マジで。一発当てたいよとか言いながら一発打ってますけど、ね、普段出させてもらうぞ本気。しかもおそらくコスティッチのポジショニングとこのマルコスジョレンテの相性バーツ&グングニール、うん、これ取ってからリュディガーやろ。一回縦出しと、あぶねえ、お前やばい、事故り方えげつな。取れるかけ引き、あー触れぬー。ファミオ、なるほどな。だがしかしジョレンテが取っちゃった。ここレバンドスキスレバさん、トイコスティッチ、こいつ相手の攻撃のことを考えて最高のアタッカーだ。このクロス、この人、バカ野郎。コスティッチがどういう思いでボール伝えると思ってねえや。ジョレンテこっち。よし。で、ジョレンテ、はい、ここ。で、コスティッチ、前向いてから。で、ここでクロスアハットルが、はい、ジョレンテが抜けてくると。で、ジョレンテが蹴ると思わせて、結局コスティッチ。いけ、神クロス、神じゃ、メッシュに、よっしゃー、とりあえずとや。頑張って敵のディフェンスを崩しても1点、事故ってめてクロス蹴っても1点、全ての価値が1点。このサッカーというルールを恨め。このサッカーのルールの穴にピンポイントで突っ込んできた男、それがこのコスティッチだったってわけ。マジである程度フィジカルありますよ。スルーパスでコスティッチ、しかもスタミナあるからバテない、めげない、泣いちゃだ。ふぅ、一回負けん、負けんだ。ウパメからこっち、いや、危ない、違う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 、ちゃう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 、前な、そう。で、こっちだ、で、コスティッチな。で、これでコスティッチが、はい、中切ったら縦行きまーす。そういうことなんですね。クロスターの怖えとこだ、ほんとに。突破！ウマメガを抜いたらもう、お前に敵など存在しない！いけるよ、助け！あっちゃー！はい、リュカイルボール拾ってから、何それ、こいつもうちょちょってな、普通にゃー。君っき？君、待って、もう一回ネイマール使ってくるやつよ、これ。2対1ってことは、ちょ、リュディガー何しよう！リュディガー！リュディガー！ほら、は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 、ちょ、待て、なんで、なんでバーゲン、なんで、クロスゲー、チンゲー、以上。